お疲れ様です。今日はマークサク13日目やっていきます。というわけでね、現在4900まで来ております。で、まあすごい順調なんですけども、レベルもこんなに高くなっちゃってね、はい、ほぼ負けないような状態にはいるんですけど、一つやばいのがね、タワレベが上がってない。タワレベキングの旅路ですね、はい、これが低いことによってモスクトロフィー5000行くんですけど、5000行ったとしてもアリーナがね上がんない判定されちゃって、アリーナ上がってないとトロフィーね、はい、検証しましたけど5しかもらえなくなっちゃうっていう、やばい、なんか無意味トラゲゾーンみたいな突入しちゃうんで、どうしてもねアリーナを上げなきゃいけない。アリーナ上げるにはユニレベ上げなきゃいけない。でユニレベ上げるにはゴールドがいる。でもゴールドない、はい、カードもまあ足りない。いわゆる積み的なね、ちょっと状況下にあるんですよね。そうなので、マジどうしようかなってなってるナウです。本気でどうしようかなって感じですね。よいしょ。まあなので、まあゴールドカードを、まあ、課金するして、まあ無理やり集めるっていうプランもあるんですけど、ちょっとそれだとね、あのだいぶ課金せんやろね。財布事情的にね、普通に限界がある、厳しい、はい、感じがするんで、ちょっとね寄り道をしていかなきゃいけないなっていう。それこそ今ねグローバル大会とか、まあ、グラチャレとかもやっぱあるので、その辺の機能もうまく使っていかないと、普通にもうあのただユニレベ何アリーナ問題的な新たな問題によってこれ以上進めない。新しいちょっとピンチダウンなんで、はい、ちょっとね今回ちょっとそのサブ企画というかね、グラチャルとかちょっとその辺も頑張りつつやっていこうかなと思います。まあ一旦ね、今の僕ができることは5000に行くことなんで、はい、5000行くまでにこれ負けちゃったら意味ないんですけど、相手のレベルもね11、12とか妥当になってきたっすね、はい。なんで、まあ、メガナイト、アーチャーとかその辺も上げていかなきゃ、フェニックスとバレルは強いんですけどね、そこの2枚だけで頑張れるのかっていう話なんで、うわぁ、天才読み。読みでもなんでもね、まぐれ。いやぁ、もうブッパーしてね。さあ、ゴブリンバレル14が恐ろしいんです。はい、折れちゃうんですよね。これが気持ちいい。よしよし。まあ、ここはね、なんとかなるでしょう。レベル、11、12、13ぐらいまでも、このカンストフェニックスに頼っていけば、さあ、なんとかなりそう。とりあえず、カードをいっぱい集めるのも大事っすね。お金、でもお金の方が大事か。さあ、オールブレイカー使うんで、さすがに買う。金ねえけど買ってもうたらやべえかな。さあ、トリマーあと2勝ですね。はい。あと2勝で5000に行く。さあ、よろしく。課金スタンプかあれ。ちょっと強そうだけどな。ボンバ12。まあ、12もちょっと高いんですけどね、俺からしたら。あー、で、これ、ヤナミ9で、8でレベル10のアーチを処理できなかったんですよ。あ、たっけ、お前。倒せるのかな ?2 個上、きつかったんですよね。まあ、ちょっと、無駄になっちゃうかもしれないんで、打たない。さあ、ウィザード13。13はもしかして初めてかな?あんまあった印象ねえな。あ、ゴーレム初登場っすね。これさ、ウォールブレイカーで穴井スイーズ処理できねえかな。っていう天才ウォールブレイカー。やば。来た。いや、これ、熱っ。今の狙って受けるのやばくね。範囲攻撃が優秀なんでね。範囲が。やべ、これ2発か。ちょっと引くの。このベビドラ痛い気がする。いやー、ゴーレムか、初めて会った気がしますね。まあフェニックス頑張りたいね。こ
このボンバー無視でもいいでしょう。ゴレウィザードね。いや、ゴーレムとか当たり出すのか、ちょっと怖くなってきちゃうっすね。ゴレディが。まあでも、これまた、同じ。さあ、メガナイト10がかわいい。アイスイズまたあの位置に出てくんねえかな。さあ、オルベガ出して。いや、撃っちゃうか、これ一応。検証。あー、やっぱ処理できないわ。これこっち釣れるはず。ゴーレム内側歩いてる。これメガナイト貯めなきゃやばいっすね。いやー、ボム Q もこれ、ちょっとやべえかな。危ねえ、危ねえ、危ねえ。いや、怖え、怖え、怖え。あんたのユニレベが怖え。さあ、一体一本折っとこうぜ。ちょっと一個上に上げとこう。ルート強制とかでね、変なとこ行っちゃうんだよな。リガーが来る。抑える。抑える。さあ、また攻めるんだけど、フリーズ。そしたらメガナイトが届く。よし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 。いやー、なんかちょっと怖い。メガナイト10が早く上げたいんですけど、まあカードはワイルドカードがあるんですけど、まあ金がね。よし、さあ次勝てば5000ですね。さあタスク完了で、これオールブレイカー20枚、めっちゃ熱いで、オールブレイカーもあのトークンとかワイルドカードで多分10人できます。はい、できるんですけど、何回言っても同じです。金がない。ゴールド一番効率よく手に入れる方法を募集します。ガチグラチャル12勝だと思ってる。うわー、なんか新しいの来たっすね。うわー、新しすぎるな。縛ってるけど、いや、相手トロフィー5000いってるわ。いいな、アリーナ無事にあげれたんだな。マジで。え？笑えん笑えん。ちょっと待って。シャレにならんやつきた。わ、でもめっちゃ右入ってんのこれ。よかった。ああ。フリーズレイジだったもんな。普通にやべえな。フリーズレイジか。いやー、怖い。ああ、ミラーで。バレルを投げてくるなや。さあ、ミラーバレルレイジペッカ14。いや、こうなってくるとユニレベ変わんねえぞあんま。おい、それ強いって。フェニックスマジ頑張ったし、タワーがねレベル10だからな。いや、でもフェニックス強いし、これオールブレーカーで。あー、ウッディ強え。バレル右サイドにしときゃよかったな。まあまあまあ、ちょっと一旦519これ折んなきゃ、折らずに折られてのパターンが一番嫌なんで、トリマ右折るか。さあ次のバレルは柳雨で、これウッド回ってないんじゃない。フリーズレイジまで来い。へい、おいしい。でかすぎる。さあ、勝ったっぽいけど、ちょっとこんな独特なね、戦術が来始めてますね。ゴーレムとかも今まで当たってなかったんで、ゴレにバレルレイジフリーズに、ペッカ14に、うわ、ミラーフリーズ、防衛までもオシャンティ。よし、これで、来た。で、あとは、俺の、なんだっけ、旅路がね、まだ27レベルとかなんですよ。で、30レベルになんないと多分アリーナが上がんないんですよね。だから3回タワレベ3回あのなんかね
キングの旅路のレベルを上げないといけないんで、ちょっと今からそれに励みます。はい、これ今27レベルで、多分ここが30になってるんで、30レベルまでいかないとこのアリーナが上がった判定にならない。で、一旦フェニックスもらうんですけど、これフェニックス2枚持ってるからお金になれ。うわー、でっか、神すぎるこれ。とりあえずできる限りレベル上げます。さあ、レベル28になりました。これでアリーナ上がってくれたら話は早いんですけど、やっぱこのアリーナレベルのこれ30になんなきゃいけないですね。やばすぎ。とりあえず宝箱開けてお金が欲しい。目がないとこい。なるほどね。はい、というわけで見てもらえればわかるんですけども、あげれるだけあげたらコインが、はい、お金がなくなりましたんで、マジで積んだっすね。鬼課金してゴールド手に入れるかって話なんですけども、ちょっとそれはね、もう動画とか関係なしにちょっと僕が嫌なので、ちょっとこっからは一旦グラチャレだとロイヤル大会かがあるんで、ちょっとこれ挟みながら一回お金貯めたいと思います。はい、本当アリーナ上がんないのは仕方ないと思うんで、もうどうにもできないので、はい、ちょっと一旦ね、マクサク休憩というか寄り道したいと思います。なんで今日はちょろっとだけグラチャレします。デッキはもちろんこれですね。はい、まあちょっと特殊ルール的な感じで、お金なくなった時だけね、やっていかないとちょっとね、次に進めなくなっちゃったんでね。はい、さあ寄り道をしていこうと思います。このデッキがだからどんぐらい通用するのかっていうのがまあ分かるわけですよね、これによって。さあ負けたくないですね。レベルとかも全部統一されてるんで、怖いけどね。これ端前目がないと見えますね。フェニックスやられてくんねえかな。よいしょ。お、しかも飛ぶぞ。熱い。さあ、このデッキがどこまで通用するのかですけども、さあ1戦目勝っていうくん。ちなみにグラチャレはね、12勝すると2万2000ゴールドかな、はい、もらえた気がするんで、100エメで2万2000ゴールドで、カードもたくさんもらえるって考えたらだいぶ美味しいですね。しかもカンストしてるフェニックスとかが出ると、そこはちょっとお金に変わってくれるんで、もうそうなると本当ね、1回で4万とか、もうもっともっとね、手に入るプレイヤーも多分いると思うんで、カード枚数によってね。だからグラチャレはね、まあ12勝できればですけど、12勝最悪できなくても多分6勝、なんか1回データ出たことあって、グラチャレは4勝か6勝いけばもう元は取れてるみたいな、はい、まあ話は聞いたことあるんで、まあ安定して俺ね、7勝ぐらいできるなーって方とかは、まあグラチャレやった方が宝箱引くとかよりはコスパがいいですね。まあ一番コスパいいのは間違いなく12勝なんでね、多分何十倍ぐらいお得になると思うんで、12勝できる場合、はい、やり得っすね。早ければ45分ぐらいで1周できて、超コスパいいので、ぜひ皆さんグラチャレね、なんか少し前だと本当展開行くよりグラチャレ12勝の方が難しいみたいな話も出てた気がする。今だとどうなんだろう、展開がまた変わっちゃったかな。グラチャレ12勝ね、多分ね、したことない人結構いると思うんですよね。うん、まあ一つのこうチュートリアルと言いますか、展開とは違いますけどね、ちょっと目標ではあると思うんで、ちょっと12勝ね、頑張ってほしい。さあ2勝目、ちょっとレベル14じゃない、俺が格上じゃないので、なかなか時短ができねえのが大変だ。さあ3試合目、日本の方と当たっていく、なんか気まずいな。このアカウントでさ、日本人ってやるのなんか恥ずかしいっていうか、なんか嫌なんだけど、ゴルナイとかいんのか、そういえば久しぶりに見たわ。ゴルナイいたね、俺の世界じゃいないかな。さあチャンピオン、チャンピオンがいる世界か。
やりづれーさ、エレキゴルナイスケとなるとドリルとかかな。熱い。いやー俺両方強よく。トルネアルっすねこれ。うわーなんか嫌だないつもない、いつも違うね。今日スケドリルっすね、スケ型の。マジいつもと違いすぎてやばい慣れない。いやーアーチャーこれだいぶもったいないかな。ゴルナイがピョーンって飛んできそう。さあゴルナイマジアチャー、こんなにウルトラ贅沢に使う人もね。よいしょ。クラチャレだとね、持ってなくてもレベルね、あることにしてくれるから。ありがてえよな。お。さあ、延命してくる。トルネードを持ってるんで、相手はね。ウッド系ねえかもな、ウッド系が一発。さあこれケツから来る、これちょっと攻めたいっすね。いっぱい、うわーいいゴースト。いやマジもう終わりそう。いやボムターガチ素敵すぎるなきつすぎる。でもいや俺は行くしかない。これオールブレーカー、うわーでかい、でかすぎる。俺のあいつちょっとうめえよな、そんな気がしてる。普通にクララうまい、うまいぜだこれ。肌感きつい。いやでも俺も結構いいプレイしてるいつもより集中してる。こんな変なデッキだからさ。いやーなんか怖いよ。一回裏にしちゃった。よくね。さあ禁忌されてく。飛んでくれよ。さあここの防衛難しいぞ。おい、さあ勝っていく。怖っ。初めてのゴルナイとの遭遇でしたね。さあこれで3勝だぞ。グラチャレさだ大変か。さあ4勝勝、ありがとうアーチャー。さあ6勝、さあ7勝。強そう。まあグラチャレもね、砂漠化とかで潜ってる人、まあこういう僕みたいなやつらもいっぱいいるんで、いかに化け物と出会わないかも重要。あっちゃいうの珍しい、メガナイトかな。いやこれでもあれがない。あのウッド的な。
エレファントダルビーで三試っすね。これ三試やべえぞ。日本三試か。まあ樽がない相手なんでまだ戦えるかもしんないけど、そうなんですね。樽ある三試これ。目がいいな。必死にエリポン壊してるけど、これエリポン壊さずダメージ与えた方がいいかな。あぶねえ。ハッスルハッスル。ゴーストいうのいるな。うーん、難しいよこれ。またこの木がきつい。フェニックスの下のこれウォールブレイカーめっちゃ強いんじゃね。あえて右にして、ああ、そのアーチやばい。いや、トリトン強っ。ゴルガイもいるっすからね、これ。ゴルナイが一番の強敵かもしれない。やばい、終わる。あーあー、7-0です。7-1です。でここでちょっと思ったのはね、負け策なんでね、グラチェラも負けたらその瞬間にわざとその後連敗して報酬受け取るプランも思いついたんですけど、まあ結局何周もするってなったらなんかわざと負けたのも無駄になる。何やってんだってちょっとなっちゃいそうなので、ちょっと時間かかるだけになっちゃいそうなんで、まあ勝てるかもわかんないしね。ちょっと引き続きいきたいと思います。いやー、このね、鉄壁なんですよね、これが。まあ、今回の相手がポイグッドなんで、まあ、しれっとゴブリンバレル刺したい。しれっと行こう。あちゃゴブ咲いてる。いやー、でかいな。これウォールブレイカーにウッド使わして、バレルぶっ刺し。マイティ嫌っすね。一応トロ6000かな、行かなきゃマイティは解放されないと思うんで、それまではゴルナイに気ぃつけろって感じかな。さあ、オールブレイカーにはウッド使ってくれないっすね。
サー発祥。さあ9戦目だいぶいい感じだな。負けたのが今3死だけっすね。うわー3死くせー、匂うぞお主、三重種の香りがしてる。エリポン置きたくてしょうがないかもしれない。エリジャイでした。エリジャイはまあボムタワーあるしな、アーチあるしな、正直。ってこれボムタワーがね今やべ、やめろ。まあまあまあこれは悪くない、回転早くてよかった。まあ、ゴルナイ取るね、ゴルナイ取るね。あれだけ警戒して、てかタルババもあったのやばいな。最近のやつあるか、これ見えるかな、あなたの目には内側なんだぜ。見えないタイプね、はいわかりました。見えないタイプと分かればもうゴリゴリいく。いやーこれ合わせるカードねえな、アーチャー出しても巻き込まれちゃうだけなんでね。ドゥドゥン、これタルババ使いたいぞ。思ってたんと違う。でもタルバ使ったよ、飛んでくれ。位置悪かったか、寝て。そして左にまとめまくってえぐ、ノーシエルジェだな、一番強い。これボムいらないっすね。あーアーチャーが、ボムなしで守れるとでかいっすね。先置き大砲とか先置き施設だいぶ苦手になりそうだなこれ。てか苦手なんですけども、んそれやっとく。やったよやったよねお兄さん。さあエリジャイしばけんのでかいな、まだわかんないけど。ヤナミに一周です。めっちゃ回るの早いです。ちなみにまあそうでもなかった。おいナイス。さあ急所、まさか。吹き矢のドリル、インフェバルキリースケブみたいなやつかな。あーやっぱそうっすね。ウォールブレーカーまであります。これ吹き矢に矢打っちゃいたいです。雪玉だ、珍しい。これ
テンプレはファイブオンリーだけど、ユキオンリーあるっすね。さあスケブ、フキアが厄介っすね。フキアに矢を打ちたい。インフェ置かれたらどうにもできないんですよね。まあ、相手はアーチャーがだるそう。いけいけわっしょいわっしょい、どっこいしょー、ファイブもあるんかーいって感じ。なんもない。生まれて飛び立とう。フェニー打っとくか。さあファイブユキでしたね。オッケー、でかい。さあめっちゃ強い敵が来た。カードまだ俺30は持った、40枚ぐらいしか持ってないんじゃない。さあ最初にバレルはマジキング起動されるの嫌なんで飛ばさないプラン。ヤナメ使った。ディガヤナメ考えろ、感じろ、メガナイトだ。これうざいぞ、どっちかで耐える。メガネット間に合うな。スケフリか、そっちキャラフリーズヤナメの顔してます。いやだ、まだリガーだったな。ラバか、そっちいやラバっぽい。いやーラバですねいや使ってこう。さあ美味しいっすね。てかこれラバー相性良さそうに見えてきたなだいぶ。どうだろう、墓石はちょっとめんどいぐらい。高回転バレルオールブレイカーがちょっと強いぞこれ。ついてこれないっすね相手の重量級だと、序盤が。なんでちょっと序盤いきりしよう。
コストなくてもコストある感出してスケダル咲いたら範囲攻撃ないの知ってるから俺は。よしよしよし、いやマジこの序盤切りが超強い。でホバリングを私はどうにもできないんで、一旦これはまた攻めてあげて、あーめっちゃいいスケドラそれ、うまいな今。苦しそうだね、苦しそうだねお兄ちゃん。おい仕上がってんぞ、マクサクデッキ。さあ11勝これで、次勝てば12勝ゴールド、美味しいですね。さあ来た、勝てば大金持ち。俺の数少ないスタンプ。ちょっと何も出していかないのは俺は不利になると思うんで動きます。おー珍しいな。まあボーラースケラフリーズ、ボーラーバルーンフリーズ、ジャイスケラ、まあ普通のスケラ。おー珍しいな、ジャイボーラーだこれ。サンスペジャイボーラー、マジでそんな気がしてる。ライト取るのはないやろ。いや入れちゃいがるな。あやっちまった。さあ墓石だったんで、わあこれ痛いんすね。このキングギドなんだ、まあ、エリジェイかロイジェイかジャイかタンク系のゴリオサーっすね。マジエリジェイかな。ライトニング嫌な雨珍しすぎる。まあボム置いちゃうんですけど、まあ、回転早いし。墓石で、ここ柳雨があるんですよね。まあ、柳雨あるんでワンチャン無視してくれてもいいよの左に出しちゃう。さあエリジャイでしたね。ちなみにライトニングは持ってた。ボルナイいないエレジャイってあんま怖くないっすね。でもとか言ってしっかり範囲で。あーそのボーラーの岩やばいな。あマジボーラーの岩やばい。
じゃあもう左鬼ぶっぱ行こう。インドもいるんでね、メガナイトで攻めたいんだけど攻めにくいよね。やら見つかった。でか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 、え、美味しすぎ。さあ簡単にダメージ逆転していく。フェニックスの受けあるのか。うーい、さあゴルナイいないだけで幸せでした。12勝、初めての12勝だよ。さあマッチングは一応こんな感じですね。参考になれば良きです、程度に。はい、マジこのゴールドでかすぎる。さあちょっと俺の使ってるカードも出てほしいと。贅沢プラン、ヤナム素敵。うん、違うね、全然違う、全然違う。ってかウルトラも電子スケベいらんし。まあこれはね、カード目的というよりかはゴールド目的なんで仕方ないですね。はい、というわけでまたお金がねゼロになりました。キングの旅路30までちょっとまた遠いんでね、はい、引き続きちょっとマクサが一旦ストップしてお金貯めていきたいと思います。ではお疲れ様でした。